いやー、わからん。あ、そっちから降りたんだ。はあ、はあ、はあ。おいほう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 。ナイスチャレンジです。いや、怖えな。に、うん。あら。そういうことです。うん。ここ難しいよ。うん。でも前よりはだいぶ緩やかになってるね。だってその面。そうね。お、松野さんチャレンジ。でも駐車場下よりは。うん、なだけよね。ナイスー。ナイスマシンの性能です。トレールトレールの違い。いや、ちょっと待ってください。
火がついたね。あと2でいった。2の方がなんか1だったらねギクシャク。うんうん、やってしまいそう。2でちょっと当てた方が、うん、当てれんかったんですかね。ナイスナイス行きましたね。でしょ。でそれこっからが難しいんよ。でこれはほんまここで綺麗にいって助走つけれんと無理よね。怖いもん。2個目のあの木の根っこまでいかんとダメなんですよ。そう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 。あそこまでいけりゃね。あそこまで1個目までいきそうね。そうそう。あと10、うん、12、3分。セローはいける子でしたね。いけましたね。万能マシンで。なめんなよと。よいしょ。やるんですか。おお、うまい。ナイス。うん、すげえ。いけるときはパッと見てもその辺では早すぎる。うん、いやー、よういったね。あれでしょ、あの木の根っこの左側の、うん、よね。これの難点はクラッチが切り切れんところです。うん、ああ、いやー怖えな。そっちか。
ざまーす。レーサーならいけます。いやーでもやっぱ怖いね。パワーに助けられる。そう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 。全然違うもんね。いたいたいた。マジか。めっちゃ失敗したと思う。開けたねでも。開けたね。うん、うまい。あれ字でよかったね。いいやつだった。うん、あ、もう取れちゃいた。火がついたよ。トレイル代表。ダメなよと。ナイスでーす。お、いた。うまーい。ナイス。すげえ。いいじゃね。うん。2だったらやばかった。やっぱこの短い。は1？ 1。ナイス。ナイスです。気迫がすごかった。あら、これじゃあれじゃないですか。うん。ほんまよね。うん。まあ飯しますか。どこでも行くな。うん。すげえなチョビさん。はあはあはあ、ナイスー。はあ、楽な道を。おお。いいとこ見つけた。さすが。うまーい。ナイスです。うまい。いや、十分です。ナイスうん。でも、電でもやっぱ上がりよるね。全然もう回ってないです。うん、すげえ。
出るな。
やべえとこ見よるよ、ダメアスさん。そういう時はフロントをちょっと落として、あ、とりあえずやり直します。じゃねえ。
こういう時チョイさんここは二足で行きよん、一足で行く、ね、ああやっぱ一足には落としよんだ。あの斜面でも一応あの蹴る瞬間に半クラにする感じ、フロントこうまあ握っとくじゃないですか、で蹴る瞬間に半クラにして蹴って繋いだらかかる、斜面でやるときは。トコトコでも半クラ使えやトコトコでも、あ、行こうか、うん、全然いけるっす、はい、疲れた。まあゆっくりしましょう、はい、いやでも普通乗りおるね。いやでもこれ全然体がついてかんすね。パワーある、軽い、軽く感じるのとパワーあるでしょ。もうなんかしがみついてるのがついてる。早い、うん、早いけど怖いですよね、ちょっとしたところが、うん、慣れるまでは。だけどまあまあ無理せずに、ほんまに半クラでトコトコでも結構いけるっすよ。え、だいたい2速でも走っても、2で、うん、多分1はいらんはずです。だいたい2で、うん、うん、そうそうそう、2、3、外周今ぐらいのペースだと多分2、3ぐらいで、はい、怖かったですマジで、うん、まくれるんじゃないかと。近くがあるけアクセルを開けるんが、こまあこう感じるっすよね。そうそう、で開けかかったら今みたいになる、うん、もっと開けてもいいかな、開けてもで、まあクラッチで切って落とすとか、あ、クラッチで殺す感じですか、うん、あ、行ってください、いいっすよ。いや俺も行けるかどうかわからんのね。チョイさんのセロも乗りやすい、うん、リアドラも最高なんです、ね、最高なんだろうね、いい。マツオさんうまいよね。ここもいいよ、うん、1使うことは俺ほぼなかったっす。だけどほんまに坂の途中で止まって、はい、2じゃしんどいかないときに1で上がるぐらい、うん、脱出するぐらいで、少々のとこは多分2でいけるっす。だけどもう2が、はい、これの1じゃ思っていったら、
よう走りに去る。ようないんかもしれん。めっちゃ面白いっすわ。違う、ほんま違うと思う。うん。面白い。めっちゃこのセロええ、このセロめっちゃええ。うん、ゆっくりしましょう。面白い。あるだけちょっと失速しだしてからをハンクラ使いや維持できる感じ。それを練習したらいいけど、うん、全然その私たら、うん、あんま握りおらんでしょ。覚えてないね。そう、うん。おい、危ない危ない。おはははは外装鳴らしが。こっちの方が楽なんか。これセロでどこどこライン走ってみました。この辺行ってました。ここはさっきやって失敗したんです。この間がここから上がります。ああ、これを、はい、ここはやったことないです。行ってみようか。
った。下まで落ちるかと思って。止まったね。あれ気持ち止まるのちょっと怖い。もうちょいじゃったのね。やっぱ疲れだったんですよ。乗せる方がいい。ここやで。行ったことあるとか。ああ、確かに。でも力ないですよこのセロ。あ？力なくないですか。いや、ある。俺今度俺の乗ってみてください。見返る前のやつの方がなんか力があったんですよ。あ、ほんま、うん、分からん、俺のがダメなんか、ダメすぎるんかね。なんかめっちゃ乗りやすいんだけど。力がないですよね、逆に。いや、どうなんだろう。まあちょっと今度開講してみましょうよ。危ない。慣れてない。先生優しい。あ、ダメハツさんバイクが下がりよる。そうそう。
下がるね。うん、下がるね。250点はやっぱ下がるね。預かろうか。ええよ。はい。ええっすよ。うん。多分ね、これ、ちょっとスタンドが長いけ。ええっすよ。休んでください。いや。いや、きついとか、むずい。ちょっとスピードが。うん。ちょっと乗りますね、はい、今燃料オフにしようぜ。うん、なるかどうか多分あんま気負わんでもこれぐらいだったらいけると思うんですけど。あらら、ハンクラじゃねえ、やっぱり、ちょっと、うん、ちょっとやっぱハンクラはいるね。うん、いや、ちょっといるね。うん、無視よ。あ、セット結構、うん、行ったでしょ。すごい余裕いとったら、うん、ぐらいで、だけ気負いすぎたらちょっと焦るじゃないですか。せずに行ったら多分これぐらいの車だったらまだ、もうケロが上がるんで上がりますそうそうそう、だけうん、まあ音と加速感がちょっと違うけ、あれよね、慣れりゃ多分なんちゃない。やっぱアクセルのこのレスポンスが良すぎて、そうちょっとますね。セロだったらもうガチャガチャこんなとこだったら関係なしで、あれがないよね、やっぱ調整しながら、ね、あの多分さっきもそうだったけど、こっちからダメですね、やっぱり。うん、そうだね、ある程度はね、うん、やばいと思って、そしたらやっぱり、うん、次開けてももう行ったんですね。あれがもうちょい回しときゃまた違うんかもしれんけど、結局回さんのんだったらやっぱハンクラでつなぎながらとかせにゃ、うん、どうかな、いけると思います。溺れるまで帰れます、ええ会社の見ちゃった。これこれで結構厳しそうだよね。うん。これ降りる。
まあまあでも押して降りりゃ最後だけだけ歯医者の道ってこけたら嫌じゃないですか。うん、それはちょっと恥ずかしいね歯医者の道さらにこけるそう踏んだり蹴ったりになるさ気をつけて。まあほんまあんま気弱にゃなんちゃないと思うす。抑え込める自信がないっていうか。ああ。テロだったらまあ多少暴れてもなんとか。まあ動きは緩いもんね。思うけどこれ。その辺はちょっと違うか。ビビっとるね。これどっちに出ますか。起こしてどっちかにケツ持ち上げたら。よっ。よいしょ。ちょっと待ってよ、持ち上げよっ。うん、翔平さんのタイミングで俺でも動きますよ。どう、うん、そっちで、うん、オッケー、お気をつけて。
ゆっくりやってくださいよ。無理せずに。お。すごい下がガレたねこれ。うん。ナイス。うん。ナイスです。ハンクラがめっちゃ上手な、うん、ダメアッサ。元気やっぱり。うん。ナイスです。危ない危ない。いや余裕だったね。うん、あの超えてから上手に粘ったね。そうそうそう。やっぱりね、軽いけどバランス取りやすいよ。あ、ほんま。MZ だったらなんか足が出そうだけど。あー、うん。あ、ほんま。あ、そこらひどいね。
ナイスです。取るのに行かなきゃで、うん、もうすぐ行ってみようっていう、うん、すごい。あのチャレンジャー精神はやっぱすごいですよね。さすがのジムに乗っ取るだけあります、うん、よっぽどワイヤーしよったんだろうね。おお。あっという間に上手になって1年ぐらい。うん、すぐ抜かれるんだろうね。お母さんみたいにこう今までね一緒にしょってワイワイしょったんだもん。あどこまで行くんって。上手な人になって。うん。ほうほうほう。あ、そっち抜けれるんか。抜けれるんだね。あー、あるわ。ナイス。ここでゆっくり上がる練習してみれば。
どっちでも2でほんじゃけ半クラの練習してみればいいんじゃないんです。1じゃったらいらんかもしれんけ。ああ、ですね。うん。わざと練習で。なるべくゆっくりみたいな。半クラいらんよね。おーすごいね。おお。新たに。ミニモトの規模がすごいでっかくなるよね。すげえ。うん。あーうまいうまい。見失った？見失った？おお。どうぞ、チョイさん。お、こんな道あったんだ。
あんま入らん方がいいかもしれんね。あ、あとね、ええ、それのメリットは、ええ、レーサーよりも切れ角が大きい。ああ、そうなんですか。うん、トレイルぐらい。チャイさん、うん、それそこでエンジンかけてあげれんすか？わからん。なんかここ久しぶりに走った。うん、あ、あるよね
めっちゃ乗りやすいんじゃけど。余裕じゃないっすか。余裕じゃないっすか。さっきの中途半端とか止めてもうた。危ない。来た。こうやって止まった時が痛しいよね。さっきめっちゃ気にしながらこっち見よったけ。
うわ、ひょっとして思うよったら。ビーた。あれ。いいと。スタートがあれだね。あれ。めっちゃ邪魔しとるな。最初でもうちょっとスピード乗らせれたら後が楽っすよね。最初ね。とその途中のつなぎ方がちょっと雑じゃけ。ナイスちょっとやってみてそれ。
やっぱ最初ガーッといったら、うん、ほぼ結婚でるところぐらいまで結構早いですね。うん、たらハンクラ使わずに、うん、加速か、最初加速行きゃ楽っすね。あのままの人は当たってもいいと思う、うん、無理に畳んでも。やっぱほぼハンクラ使わんでも最初だけスーッと加速していきゃ、ちょっとはい、なんでついてきたんかねこれさ。あれもうちょっとハンクラを粘った方が、分からん、俺一足でやったことない、いけるとは思うんですけどね。もっと粘るんですか、ハンクラ。もうちょっとスムーズにつなげたらそのままの速度で。ナイス。やっぱうまいね。わけはないね。まああれ覚えたら大概のとこ行けるよね。ナイス。途中いらんでしょ。スタートあんな感じですよ。なるほど、うん、スタートがええかったらほんまあと何もいらんでしょ。やでもクラッシュ使い方です。うん、だけど最初乗せたらあとはもうほんま、これでかいだもん。まあでもクラッチミートはあんな感じっすよ。お
覚えねえ。まあでも今08っていう時そうですよね。うん。そうそうそう。ハハ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 ハどっちでもなんか。どっちでもいい。逃げたな。おー、ナイスあれをイメージしとったんでしょ。そうめっちゃ暴れよったよねまあでもああやって行けるのが分かりゃあとは楽じゃ思うっすよ。さっきまではねもう行けんになっとったけもう大丈夫さすがですよいしょ。どこ行きますか。まあ上がってまたあの阿弥陀くじの方上がったり。ヒート行くで。わあ、蜂がおるな、やっぱり。おお、ハハハハ。樹液が。ナイス。もう余裕じゃねえ。
ピーター、ピーター。はい、よし行くで、こっちだ。おお粘るすげえ。お宅したいけどね。うん。ちょっとライン変えてみました。
はい、来た来た来た。はいはい。あちゃ。けおるじゃん。うまい、ナイスナイスハンクラナイスナイス仕上がりですな。ほいほい。うまい。ほい。最後が怖いね。お。はい、ピートもクリア。そっから。おいー、まちょい。ナイスー。
最後がやっぱ難しいんだね。ほら、ああ、おった。さっきこいつ全力疾走しとったじゃないですか、うん、だからないかな、うん、必死になって追いかけおるけ。はい、邪魔だ。うわ、怖っ。すげえことになっとるね。うん、なるよね。やっぱり、うん、こんな輪立ちがある思わんかった。でセローもさすがに一回上げんと全然勢いつかんかった。はあ、怖いねこれ。流れちゃったら用できんわ。すげえ輪立ちになっとんね。うん、ぼちぼちにしましょう。
つもめっちゃダメ発散追いかけていきよったけんねライバルシストンかほんま全速力だったよチョイさんゆっくりしましょう。ちょっと動けるので迷ってください。あ、いや、ええっすええっす、ほんま。やっぱいいや。残念、またですよ。ほら、めっちゃついてる気満々でしょ。チョイさんとこ行って休みましょうか。ピート降りるで。行くで。危ないね。はあはあはなんか粘土っぽくない？うん。暑い。あれ、なんかここ何本かなかったかいね。これとそれだけだったんかいね。なんか3本ぐらいあって難しい順とか、なんか前タカが寄らんかったかいね。この入り具合がなんかね。はあ、もう死にそうになっとるよね、こいつ。水がない。うん、
それ普通にアクエリアス？おお、飲む。やってみますか。うん、そうなんや、あそこまでね。見えるよね。ピート。お、復活しちゃった？ああ、あっち行こうか。ちょっとあんまり無視。うん。4時半過ぎです。まだ帰らんで。おります。あ、はーい。あ、外れた。あ、そんな感じです。さあ、締めの一本。
さって。おお、ガレガレじゃねえ。あ、空気正解です。あ、釣った？だいぶ抜く？うまい。あー、かかった。おー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 。おー、うめえ。ナイスあ、木が。大丈夫ですね。
滑る。やっぱ滑る。ここに落ちんでくださいよ。ここなら支えれる。ここ落ちたらどうもできん。うわ滑るね。あでもだいぶ抜いたんじゃね。ちょっとこっちへ逃げてフロントこっち振ってみる、たらこう上がりゃ、ちょっとここフロント落としてでも俺引っ張り上げるけ、あれだったら、そのまま行ける？ああそれだったらさっきのとこまで下がって勢いで行った方が。おナイスナイスナイス、もうちょいナイス。いいですよ。もう俺はね、あ、こっち？ここ行ったら、ナイス。いえ、あそこがあの木が邪魔して痛しいみたいです。もうちょい、あ、いたいた。いける？あ、めっちゃ滑るんじゃねえ、やっぱ。おおお、そこまで落ちたんだ。もうこのままエンジンかけれる？
かけれたら、うん、よいしょ、上がった？はい、ナイス。お。どういったんだろう。怖え怖え。わあ、すげえことになっとんなこれ。苦戦中ですか？苦戦中ですか？あるでしょ？うまい。ああああやらかしてますね。引っ張り上げる？起こせれる？よいしょ。これでどうす？起こす？あ、持ち上げる？いいよ。もうこれで引っ張り上げる？うん、ういもうちょい。オッケー。よっしゃ。ナイスー。お、ナイスー。深いんじゃね、そこ。おう、俺もちょっと考えたんだけど、あ、でもいけそうだね。ナイスー。
ずれたじゃないですか。うん。あそこでエンジンが止まったんですか。はあ、怖いね。あそこで止まったら怖い。そうそう、あのクラッチがうまく使いナイスはあ、あんな感じか。危ねえ。ラインを大丈夫です。ブラックバレーまでにはそれなりの貫禄にしとかにはいけんのんで。ブラックバレーも出るんですか。ブラックバレーってすげえんですか。すげえと思います。一周できる感じ。俺はできんです。できん感じじゃん。もうそこ登れんとかそういうやつ。うん、そんな感じっすね。多分でも園児さんとかだったら綺麗に誰もらんかったらあという感じなんだけど、誰かしらやっぱりいいラインにはおったりして、その隙を引いたらやっぱり上手な人は何本もラインがあって、そう結局はね、そのラインが何本あるかが上がれるラインがなかなかやっぱり上がれるかな。ちょっとあの弱気なラインでいきますけど、ええどのライン？はあ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 、
いやーどうなんだろう。はあはあはあ、そこに来るような感じ。すごいね。ほんま私がえぐなっとるね。行けるか。うん。そこでエンジンかけれん、ジョイさん。ジョイさん、そこでエンジンかけれん。かけれます。ああ。ナイスお疲れ様でございました。今日も今日おもろかった。ね。